サザンスカイタワー八王子は八王子駅南口地区市街地再開発組合によって建設された超高層マンションサザンスカイタワーレジデンスを中心とする複合施設2010年12月1日開業地上41階地下2階多摩地域では最高層である1階から3階の低層階はスーパーアルプスを各店舗とする商業棟 4階には、八王子市役所の出張所、八王子南口総合事務所、4階から10階には、八王子市民会館が入居する。5階から7階は、業務オフィス、9階から41階は、住居棟として、住友不動産の分譲マンション、サザンスカイターレジデンスとなっている。1991年5月から、八王子市主導で、 八王子駅南口の再開発が策定され、2008年1月に着工。事業主は八王子駅南口地区市街地再開発組合。2010年11月に竣工し、同年12月1日午前10時に全面開業した。同時に建設されたペデストリアンデッキ、土地の木デッキで八王子駅と直結している。 またサザンスカイタワー八王子の建設と並行して駅前ロータリーの整備が行われ八王子駅南口にもバスロータリーが新設されたショッピングセンターの各店舗は計画段階では東急ストアが出店を予定し1999年12月に出店に関する覚書を締結していたしかし二千八年四月に突然東急ストア側が 一方的に出店計画を白紙撤回。その後の交渉でも折り合いがつかなかったため、再開発組合は、東急ストアの出店を断念した。その結果、各店舗として、八王子市に本社を置くスーパーアルプスが出店したという経緯がある。ありがとうございます。